ちょっと待って <laughs> そうなっちゃうの はいどうも皆さんこちらでご無沙汰した動画を再生していただきありがとうございます本日は東京リベンジャーズこちら見ていきたいと思いますよ今 <laughs> 回ねナオトと合流しまして、まあ、タイムループという力がね竹道にはあるんだよと112年前に登れる力があるよと、まあ、それ以上のね過去に戻ったり時間指定して戻ったりっていうのはできないよとそしてナオトと握手することによって、まあ、12年前に戻ったり、まあ、12年前から帰ってくることができるよとその中でナオトは現在警察にいて、まあ、東京もあるんで マンジ会の情報を集めているので、まあそのでそ情報を竹道に渡すことによって竹道はそはひなたちゃんがまあ2017年にまあ交通事故というか、まあ、東京卍会がきっかけの暴走事故によって、ね、亡くなることを防ぐと、まあ、そのためにもまあ東京卍会っていうものがまあ今の状態にならないようにしていこうとそこで前回ナウトがね、まあ、その東京卍会の主要のツートップである佐野っていう男と木崎、まあ、っていう 男えー、この二人をね出会わせないようにしてくれっていうのをまあ竹道に頼んで、まあ、竹道は過去に戻ったわけなんですけどもそんなこといきなり言われてもねなかなか難しくないだって今までさ面識のない二人のどっちかに取り入れなきゃいけないんだよでどうにかしてその二人が会わないよう会わないようにまあ竹道一人で画策してくってことでしょしかももともとその東京卍会のツートップに今現在なってるようなさ喧嘩とかがやばいやつをさ竹道がどれぐらい強いか わかんないよ切り込み隊長とか言われてたけどさ少なくともあの竹道の体格を見る限り写真に写ってた東京卍会の2人を止めるなんていうのはもうかなり難しい話なんじゃないかなって僕は思うんだけどねそこを一体どうやって竹道がやっていくのかっていうのが、まあ、この作品の面白いところになるのかなとそして前回戻った先でね、まあ、タクヤがまあ対馬をやらなきゃいけないって話がありましたこの流れを見てる限りねタクヤだけじゃなくてあっくん山岸そして誠ね こ,こ,ら辺の友達このこ頃の、ね、中学時代の友達に関しても、まあ、前回はね見捨ててしまって一人で地元に帰ったっていう流れがあるからとかしてそのパシリ生活から抜け出すような、ね、道筋もつけてあげなきゃいけないんじゃないでしょうか、まあ、そして前回のラストでそのタクヤをまず助けるために竹道がね渋谷さん中の木山さんっていうンハッてる男に対して、まあ、キング対奴隷の怠慢しましょうみたいなことを申し込んでいたんですけども。 もたった1学年しかね差はないんだけども,もう大人と子供の体格差なわけですよこの怠慢を竹道が一体どう切り抜けるのかっていうのが、まあ、今週の見どころなのかなとあよくあるアニメ展開としては倒れても倒れても立ち上がって根性を見せるみたいなねそれで最終的に勝つっていう流れもあるかもしれないし逆にこの清正っていうのが前回佐野のことを佐野くんって呼んできたところを見ると。清真次回のそのそ佐野について かかなななり、ね、好きな部分があるのかなと敬愛している部分があるのかなというふうに思うので清間さんに気に入られるような根性を見せるとかねや勝てないにしても。 あとはもう1個バトルモノの定番のね展開としてはまあ第三者の介入みたいなのがねどこかであるのか見てらんなくなったその友達が割り込んでくるとかまあもしくはその東京卍会のさらに上の人たちがあの場所に現れるとかまたは第三の勢力東京卍会と敵対しているグループがたまたまあの場所に来て廃卍�自体がうやむやになるみたいなねあとはちょっとかっこ悪いけど事前に警察に連絡していて 今の最中にパトカーのサイレンの音がして、まあ、解散みたいな流れ、まあたい考えられるのはこれくらいだと思うんだけどね。まあ、ただこの考えられる流れの中で佐野やね木崎キキっていう男が出てくるね可能性を考えると、やはり倒すもしくは認めてもらう第三者として佐野木崎これが登場する心変ここになるんじゃないかなと思っております。今現在この佐野と木崎って男がね、東京マン事界の中でどれくらいの立場にいるのかっていうのがまだわかって っていないなところもありますし前回武道はね東京卍会のねトップの2人に合わせてほしいみたいなこと言ってたと思うんですけども本当にあの時代あの時点の時にすでにトップなのかっていうところねあけどもう直人と一緒に復讐してるから、まあ、そこら辺はもう間違いないのかもう佐野とかきさはあの時点で東京卍会の中にいるのかなちょっとよく分かんなくなってきちゃったの、まあ、とにかくねアニメ本編見てちょっと今回理解していきたいなというふうに思っております。<た>はいといとうわけでね皆さんも録画した もの、もしくはビデオで、まだ使って、一緒にお楽しみください。簡単なご案内されました。本編スタートです。よろしく頼むぞ。うん、こっからね。はい、はい、はい。この体格差よ。今の見ても。勝てると思えないんだよね。ああ、やっぱトップなのか。 もうすでにこの二人はそういうことでもう間違いないんだろうね今冒頭で早速入ってきたからけどさもう三藤キサが東京卍会でトップにいるんだったら直人がさ合わせないこの二人を出会わせないようにしてくれみたいなこと言ってたけどさもう卍会の中でこの二人は合ってるんじゃないのけど直人がこの時点で合わせないでって言ってんだから合ってないのか 東京卍会ってそんなでっかい組織なのこの中でいうところの。どれくらいのあのなんていうかメンバーというか構成員みたいなあれがいるのかいまいち分かってないんだけどさなんか東京卍会ってついてるくらいだからなんか支部とかもあるのかなうんまだ分からん俺にはそして今回このタイマンマジでどう切り抜けるの やっぱ改めて見てもさ体格差が圧倒的じゃん二回りくらいでかい気がするんだよねそこに竹道くんが勝てるかな根性論でどうにかなんのかななんか2回も3回もぶっ倒れてもなんかこんなんなりながら立ち上がるみたいなさよくバトルものではあるけどもどうなるんだろうねそこが全く分かんないよな もうやっぱ認めてもらうみたいな感じなのかな勝てはしないまでもさこの清正にけどこの清正あんまいいやつに見えないんだよね今までのさリソルブどういう意味だうーんかといってこいつをいけるのうーん <laughs> で、下に未成年の喫煙暴走行為は禁止されていますみたいな書かれてる <laughs> だよね。もうダンプカーにバン。まあ、バンなだけまだマシだけどね。軽自動車じゃないだけ。そもそもだってさ、もう前にボコボコにされた怪我も治ってないわけじゃん。いやー、あっ、あっくんなんだえ、チャキって言ったけど、やばそうじゃないそういう感じ いやあの面々が入ってくる可能性は低いと思ったけど刺しちゃうかもしかして助けるためにそれはそれでやだねだって下手したら燃焼とか入っちゃうことになるでしょうもう清正くんの余裕っぷりがやばいタバコさ吸ったまんまいやあっくんそれはダメだわそれはやっちゃダメだわうん逆んなよあっくん ととうタバコてたねいやこっから本気なんじゃないむしろいやー勝てないっていやかといってあっくんちょっとそれは絶対やっちゃダメだわあっくんって結構こういうタイプなのかもねいや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 絶対やばいそれは。 けど確かにその展開もあってもと思うけどうんなんだなんだあれやりすぎ的な感じかいもうみんなどんびいてんのかなああ結構話さず頑張ってるからうーん気合は見せてるね、うんタバコなんか吸ってるからね体力なくなっちゃうんだよ <laughs> うーん いやー認めてほしいここで認める展開うーんたオはしないけどやっぱこういう流れかこいつどうなってんだみたいな感じかな <laughs> 何言ってんだって感じだよね周りは <laughs> いやまさに <laughs> それねーうーん いやー重いね運命を背負い込んでるからね確かにこんなところでへばってるわけにはいかないわな命かかってると思ったらおっよかったよかったあっくんうーんあなんかこれあれかな認めてくれる感じかなほらなんか若干引いてるじゃん清正。 いやいやいややば覚悟決めたねあこれなんか起きるぞ波乱がうんいやそれはねえだろうここでいやいやいや武器なんか手出して卑怯じゃないいやほ,ほらほら来たその流れその流れ 第三者の介入。<laughs> 誰。やば。何これ。すげー髪型なんだけど、うん。上なんだろうね。上の人なんだろうね。これは。すげーな。原発で龍の墨って。え。ナンバーツー。木崎いいじゃん。ああ、龍宮寺誰それ。 ドラケンあじゃあまだあれあの後ろにいんのあれじゃない佐野って人じゃないこれ違ううん、うん、佐野じゃない多分こうやって言えるってことはあほらだからやっぱトップなんだよああ、今の清正だよねあんなになっちゃうくらいなんだ立場のさやばえこれどうなっちゃうの けど逆にこれで接点はできたねあーやっぱこれが佐野なんだうーんってことはまだキサキはいないんじゃないやっぱ次会にああこういうの話しかけるとあれだよなやつだよんだよね、まあ、殴られないだけよかったねマイキーマイキー呼びなのドラケンとマイキー あまあ、この人たちかしたらあいつもすごいやつとええどういうことお疲れ様ですって言っただけなのになんでああそういうことなんだね調子乗ってんな、ね、よと、まあ、上下関係が超はっきりした世界なんだねそんな中これ大丈夫なのこんな態度で。 あれかな興味持っちゃうパターンだ。多分。さっきの見てたのかなあの覚悟。え道たけみっちあだ名え何こいつどうなってんのああたまたま えダチ総長のマイキーとダチいきなり急接近じゃん清正くん抜いちゃっていやもう逆にこれで何もできないよね清正は武道にえどういうこと友達にこんなことしてみたいな感じなんかええー、小物なんだね清正なんか。 いやすごいんボッコボコにしてるよ。えー、いやさてじゃない <laughs> さてじゃないああ別にあれかこの二人がこれを管理してたわけでもないんだね。 勝手にやっってたたんだね清はよかったね清はかこのままなんかラーメンでも食いに行こうぜとか言われなくてさなんか今そういう流れかと思ったこれでこのみんなもうあれなんじゃない尊敬の、ね、だって当番のトップと友達だよ。うん無敵のマイキーっていう ドラケンがちょっと怖いんだけど。鼻 <laughs> の穴ははははいいやいやいや、いや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 、そんなことないと思うよ。でも確かに、そばにいる危険度は何かあったらやばいよね。波乱が起きたときは、危険人物が周りにうようよいそうだわ。 いやもうみんなもタケミチって呼ぶんだじゃあ俺もタケミチって呼ばないとねあっくんよかった刺さないで本当にこの子がなんかゆくゆくなんかすごいことしそうで怖いんだけど先走り系じゃないこいつあっ言うんだね 大丈夫かなこういうことを言ってくれるならいやもう大丈夫もう大丈夫なはずタケミッチのおかげで <laughs> うーんやっぱそうなるよね <laughs> だよねよかったもうこれだけでこの子たち救ったことになるんじゃないもうこの4人のさ今までだったらあった もう悲しい日々というか過酷な日々がさもう変わったよねこの瞬間にだから未来はだいぶこの方この4人は <laughs> 昔ののび太くんめだね、うん、なあ昔なあけど社会人だったらもっと早かったりすんだよ <laughs> うーんひな呼び 平平和和だししばしの平和お,おいデートしないとね頑張ってるからね命かけたし前回うん登下校すらねうらやましいなもう一回戻って彼女とデートとかしたいなうんん今の何ああばんそこみたいなのが落ちたのかいや勉強 <laughs> まさかの 違うかうーんだからやっぱ木崎はいないね今の時点でうーんしかもがっちりつながったうーんどっちかのそばにいて近づかないような感じにしろみたいな感じだったよねうーん てことはこのマイキーのそばにずっといなきゃいけないんじゃんこれからなるべくいないとさいやそれこそ当慢に入らないとどうにもならんよねえいや今時あるこんなえ <laughs> マイキーってことは今のボコボコにしてる音はドラケンだやっぱり <laughs> いやこんなの学校の先生ドン引きだよねうーん やばいね、えー、いやーすごい時代やでこんなのもう俺が中学の時も確かにあったわうち中高一貫だったんだけどさ高校に殴り込み人が他の学校いたよ30人くらい、まあ、俺の時代が最後だと思うけど何する気いやほんとにえ いやいやどういうことむちゃくちゃじゃんいやこの二人やばいねもうこういう日常なんだろうねうんいやこのドラケンが超怖いんだけど弁髪でタトゥーって今日暇だろうもう 言われたら暇になっちゃうよなどんな予定入ってても <laughs> デートができないこれじゃあ知らなかったんじゃないこの二人あほらほらほらうん <laughs> いやいやいや,やらかしたわけじゃないんだけどあひなちょっと待ってねここ で逆にここまたさ、早い段階じゃんあっちゃうじゃん、これ。本来だったら合わない二人があっちゃうんじゃん、このマイキーとかドラケンと。いや、来そうだよ、今、ヒナ。いや、ほら。いや、本来ない出会いが起きちゃったでしょ、これで。え、これでさ、マイキーかさ、ドラケンがさ、このヒナのこと好きになっちゃったらたらどうすんのさらに複雑になるぞ。 あーこれこれマイキー多分ヒナのこと好きになると思うよこんなことする女がいるなんてみたいないや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 やばいやばいもうこれダメだぐっちゃぐちゃになっちゃった逆にうーんドラケンいや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  いやもう本当その通り本 <laughs> 当その通りだようん友達としても一般常識的にももう君たち二人くらい強くないんだよタケミッチはあこれドラケンが好きになるパターンもあり得るなってかマイキーが全然動かないのが何考えてるのか分かんないいや頑張っております頑張って気合い出しております 守らなきゃな。いやいや守らなきゃ。<laughs> やば。怖 <laughs>。こんなこと言えるかな俺。話しましょうくらいしか言えないかも俺。もう目なんか見れない。絶対こんな目見れない。まあ見るんだなタケミッチはな。すげえな。なんかここら辺の覚悟をなんかマイキーは見てるよね。 あ、ええ、ちょっと待って <laughs> そうなっちゃうのやばあなんだあこれは素晴らしい約束だなダメかえ <laughs> なんだよもうこの子の冗談がもうわからない現地取ったこれでもうマイキーは平気かなドラケンとドラケンは待ってマイキーのこと聞くでしょうえっ認められちゃったドラケンにもこますます気に入れられたね <laughs> 昭和ほんと昭和だよ かっけえなけどドラケンとマイキーいやーけどこれ非難接点できたの大丈夫かな手出さないみたいなこと言ってたけどもいやなんかここないかないやこんなことする人いないわけじゃん周りにいやすげえ優しいけど 普通いやいやひなちゃんもひなちゃんだよね今までいろいろあったねいやもういいのもういいのおとが目なしなのもういやいや待っていやいやいやちょっと待ってこの友達やばいんだってうんふふってひなちゃんもすごいねいやいやいい子だわマジでこんなことできるやつ だからこそマイキーが奪いそうで怖いんだけど。ってことはもうやっぱ注意すべきはキサキかな <laughs> いやもう親友みたいなこの絵なんだけど。えー、そうだよね。目抜いてメモリーカードさしてたみたいなこと言ってたもんね。それがどうして本当だよ。 関与してないんじゃないかな将来のうん <laughs> そんな野暮なこと聞くんじゃねえよってうんこれは大事なお話ああ死んでるんだそこはそこで何かあるんじゃないか ダブったんだけみっちがうんーかっけい人って言った途端にねその返しじゃあよっぽど気に入られたね <laughs> おい <laughs> おいこれ黙って聞いてるドラケンもいいわうんーまあなー むしろ昔ある程度のかっこいい不良もいたけどねああいうバカばっかがいるからさ不良っていう格が落ちるんだよね。うん、いや自分のケツは自分で拭いているかな不良は。 そこはちょっとどうなんだろうかやめて不良の時代作らないで頼むよ不良はいらないってやっと減ってきたのに最近うんまあこれでまあ間違いなくそばに入れるああなるほどねハート的な うーんもう覚悟が違うからねいやー思いがけない形でつながったねいやけどある種あれだなオープニングで話してた介入っていうところでは当たったけどもうーん間違いないねうーんってことはやっぱ木先側なのかな 間近の中で何か二つに割れてるようなことが起きてんじゃないか内部分裂みたいな妃じゃないほらメガネでこいつなんじゃないほらいやいや今の今の、うん、やばそうだもんこっちいや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  気づけあニアミスけどこれである程度2人とも登場してきたねけどキサキがやっぱやばいやつなんだ。てかマイキーとかドラケンってのは今日見てる感じ一本筋が通ってるところがあるからあの清正んがやってたあれじゃん賭博とかにもねダセることしてんないみたいなことドラケン言ってたし。 結構なななんんかかあれなんじゃないか自分のケツは自分でって言ってたしさ迷惑かけないような形でこの東京卍会でかくして不良の時代みたいなの作りたいんじゃないかなでそれに対してあの木崎っての方がそれこそお金だ役だ人殺しだとかやりたい放題なんじゃないそんななんか毒を多分最初そんなんじゃないやつとかだと思って入れちゃったんじゃないかな卍会の中に過去では。でそれによって でその毒の排除がそのうちうまくできないくらい組織として派閥として多分あの妃側が,がでかくなっちゃうんじゃないかなマイキーだったりそのドラケンが止められないほどの。で二分するというかもしくはもう好きにすればくらいにしてもう関わってもいないみたいな。 だからいいようにやってるのがあの木先が東京卍会なんじゃないかなそれが多分ひなをその過去の事件過去っていうか2017年の方の7月1日にっていう事件に巻き込む形になっちゃうんじゃないかな。 はい。というわけでね、今回東京リベンジャーズ見させていただいたんですが、まあ、まさかのね、最初に助けに来るのがマイキーとドラケンっていうね、あの東京漫字会その佐野さんですよ。会わなきゃいけない人物。この人物に助けてもらってお気に入りになるっていう展開。それはすごい良かったんだけど、まさかの学校に乗り込んできちゃうっていうね。そこでのあのヒナとの接点ができちゃってちょっと心配だったんだけども、とりあえずね、まあ、マイキーの口からはああいう約束もらってる あの約束をドラケンが破るってことは絶対にないと思うんだドラケンを見てる限りはこれで戻った時に多少未来変わってたらいいんだけどまあまだ戻らないんだろうね武ッチはあとは山岸拓也誠ここら辺の面々がね奴隷生活から解放されたっていうのはでかいよね でかいんだけどもこれでまたタケミッチが東京マンジャーと関わってさらにそのマイキーとかドラケンとかってすごい人と関わることによって、まあ、さらにヤバい連中とつるむことになっちゃう気がしてならないそこで新たな脅威みたいなのが待ってるっていう展開もある気がするんだまずは清正君のねお話はこれでクリアだったここから一体タケミッチがどうなるのかね、えー、また来週以降ね楽しく見ていきたいなというふうに思っておりますはいというわけでね皆さんこんに に関する感想だったり、僕のレッスンに対するコメントなどお待ちしております。以上、動画ぶつがお送りしました。バイバイ。